下丸アフタートーク。イエーイ。さあということで今回7月の第1週ということで、はい、うん、堀りえちゃんにお越しいただきました、はい、うん、ありがとうございました、ね、お疲れ様でした。あのもうさっきちょっと皆さんにあの見せちゃったんですけど、はい、ちょっとセリリエさんでケーキを買わさせていただいたので、うん、素晴らしい、実費ですよ。信じるなよ。私絶対やらないわそれ。絶対やらないわ。見てんのか他の中継の者たち。やめなさい。先週まゆのちゃんは持ってきてくれたけど、あれは別に会社のお金だ。会社のお金だあれは。会社のお金だって言わないでください。いいかみんな。買える土産があったら買ってこいよ。やめなさいよ。やだ先輩だな。で自分も食べたいっていうので、うん、ちゃっかり4つね。やだありがとう。優しい。いやこれはありがたいですね。本当にセリリエさんは美味しい、うん、本当に美味しい。もう名店だしもちろん有名店ですしね。有名店、うん、なんていうんですか、トマトのあのケーキも、うん、もう違和感ない酸味で香りの後の方にほんのりトマトがこう来るみたいな。なるほどなるほど。ナチュラルでめちゃくちゃ美味しかったです。はい、でもこれでね、うん、もうお土産買ってきちゃったからね、うん、はい、次回からなんかお土産買えそうなところに行った時になんか変な空気になるね。でもね、まあ、まあね、そのケーキちょっとじゃあ見せてもらいましょう。いいです。ちょっとセリリエさん本当に好きだから、いや本編ではあの、はい、トマトのね、なま、ま、なんて言うの、ね、モデナ、モデナ、モデナはなんでモデナなの、めっちゃ綺麗。セリュリエがなぜセリュリエかは聞きました。あ、なんでセリュリエなの。あの鍵屋と鍵屋をかけて、でそれをフランス語にしてセリュリエって。なるほど。あ、そうなんだ。らしいですよ。あなたの胃袋をロックするぜみたいな。そんなロックな感じじゃなかった。そこまで考えてないと思うよ、うん、そこまでダサくないと思う。セリュリエダサくするのやめてもらえ。今回の4種類は何と何と何。さっきのね本編で紹介したあのモデナと、モデナとあとちょっと忘れちゃったんですけど、美味しそう。これクイーンっていう、クイーンピスタチオの今のこの、あ、ピスタチオ奥のやつがオペラっぽい。あ、なんか、うん、手前のやつがチョコレート。ちょっと 見にくいですね、これ仕切りがあって。ありがとうありがとう。わ、どれも美味しそう。ちょっと形めっちゃ綺麗ですね。この視覚から楽しむというか、はい、誰がどれ食べるかっていうのはちょっと、あ、じゃんけんしましょうか。なんかじゃんけんしましょうか。ディレクターが VTR が終わってから食べろってなんか言うからね。そうだね。いや今ちょっとね、じゃんけんだけしとく。いやでも言ったら、言ったら僕誕生日ですけど。あ、そうだ、そうじゃん、そうじゃん。じゃあちょっと今日はそんなこと言ったら俺別に先々月誕生日です。いや先々月の話されて病み上がりだし。こんなこと言ったら俺今ちょっと鼻声だし。そんな俺一番年上だし。見にくやらすぎだな。じゃあいいよ。優しいな。じゃあまずこれちゃん、そうですね、これちゃん選んで、ドラフト、ドラフトする？ドラフト。ドラフトとかじゃないです。ドラフト第1希望選択選手。どういうドラフト？かぶったらじゃんけん。なるほど。みんなでこれって指さして、そう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 。うまいこといけば一発で綺麗に終わる可能性もありますし。そうですね、これ男に女2で合コンみたいな内容だよ。なんかいいですよこれ。ね。いきますよ。はい。せーの。トマト。3人ともトマトが3人。いやモデナ人気でやっぱそうですよね。堀ちゃんがピスタチオ、うん、ピスタチオ、あ、1人1人決まった、ありがとうございます。じゃあトマト、トマトじゃんけん、トマトじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい、イエーイ。はい、じゃあトマトね。やったトマト、トマトね、トマト、はい、中心、せーの、チョコレート。あ、ほらうまいこと言った。わー、すげえ、すごい、さすがコンビだ。じゃあ私まっちゃん、平和に決まった。チョコレート、でも終わってからで、うん、いただきましょう、はい、殴り合いしなくて済んだ。いただきます。よかった、はい、じゃあ食べたいんで締めましょうか。ちょっと、これ尺短いですか。ボリちゃんが来てくれて、はい、そういや、ね、俺一個気になったんですよ。どうですか、どうですか。あのアイドル教室、うん、復活するんでしょ。そうなんですよ。なんか一夜限りのっつって、あれ何、あの7月20日の大田がホットサマーガーで2023で、うんうん、一夜限りでアイドル教室復活することになったんですけど、うんうん、仲直りしたの。じゃあ、いや、でも元々仲良かったですよ。外観理由がね、不仲だったから。不仲じゃないですよ。めちゃくちゃ大喧嘩したらやめたんじゃないの。ケーキの取り合いで。違う、不仲で開催したとかじゃないですよ。めちゃ仲良かったんですけど、はいはい、まあいろんなね、いろいろみんな職業とかもね、ついちゃったりとかもしちゃって、うん、難しい中ではあったんですけど、うん、頑張ってみんなで LINE でテレビ電話して、うん、どうするっていう、ちょっと会議して。半年ぶりに。はい、復活、やっぱお話いただいたから、復活しようって。素晴らしい。復活することになりました。ファンたまんないじゃん。当時のじゃあ全メンバー集結なの。いや、それが一人だけちょっと、本当に仕事で来れないかもですけど、らららら、でもその子の気持ちも、あ、じゃあそこは助っ人で宮坂行けるでしょ。宮坂行けます。待って待って、30分なんですよライブ時間。待てよ、ケーキ、ケーキ6曲ぐらい、6曲ぐらい覚えていただく。めっちゃ見たいけどな。待ってよ、いよいよ揺れる。隠していけばいい。いける。しかも結構あの歌面の子がお休みなので、歌面の、歌、歌、ごめんごめん、あのじゃあ、あのなんだっけ、あの酸素取り入れながら踊るよ。酸素ボンベ、酸素ボンベ、そんなアイドルいるか。
いつだ、いつ見れるの？7月20日の夜の8時30分に、うん、あの名鉄大田川駅のもう東側、東側ですね、はい、で、うん、行われてるホットサマーガーデンで見れます。どんでん広場で見れます。これは楽しみ、はい、うん、代わりに僕が入ります。コブトリのおっさんというわけでぜひ、はい、一夜限りの復活を皆さん楽しんでいただきたいと思います、はい、堀井玲さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。